小林よしみがトップをひた走る1回戦 C グループ、5連続ストライクがかかった第8フレーム。来た、5連続。いや今のもどうでしょう、はい、今のは本人は出たと言ってましたからね、ボールが右側へ狙ったラインよりも、少しだけ出てしまったんですが、まあ今乗ってますからね。さあ先ほどストライクが来た方です。はい、ここは来た。あ、右側掴んでいきたいですね。そうですね。でしかも右側、テンフレームを投げるレーンが掴んでいるっていうのは、なるほど、精神的にプレイヤーにとってはプラスに働くんですよね。現在順位でいくとどうでしょう。はい、まあ、もちろん小林が1位、はい、そして、ピン差で岩見と小泉が熾烈な2位争いというところですね。さあ小泉、これはアンラッキーと言っていいですかね。はい、もうアンラッキーな8番ピンタップです。さあ小泉、ここは8番ピン、ここもスペアを取りました。さあ第9フレーム、5連続ストライク中、小林芳美、ここも来るか、危ないという、あっと本人も投げた瞬間に危ないという言葉が出ましたが、割れました、はい、40ピン以上離していますから、はい、ここはカウントダウンせずにね、しっかり2本取って、テンフレを迎えればいいというところですね。さあどうか、なんとここも割れた。ボール失敗したなという、ね、声を拾いましたが、はい、どうしてもやはり左側17番で掴めませんでした ね、 そうでしたね。さあ一方の小林芳美はここは2本を取りに来ています、はい、ただ大きくリードして最終フレームへと向かいますね。小林プロの1位抜けはほぼ決まったという形ですかね。なるほど。さあ岩見、狙いにいっているのか、はい、いやこの辺りチャレンジしてきましたね、はい、これで9フレ終わって161というところですから、全部持ってきても191、ちょっとワイルドカード候補としても厳しいスコアになってしまいましたね。さあ一方小泉としては、まあ、その2位も視野に入れて、はい、ここはストライク取りたいところですね。来るか、天秤が残る。まあ、第2、第3フレームでストライクは取ったんですが、はい、その後が出ませんでしたね。そうでしたね、ちょっと苦しんでいますね。この後、まあ、テンフレでね、はい、チャウトを狙ってほしいところではありますが、まずはここしっかりとスペアを取って、はい、岩見とのテンフレ勝負になりますね。そうですね、スペアです、はい、さあこれで少し岩見をリードしましたかね。はい、岩見はただストライクが来ている方、18番レーンで10フレームを迎えますから、はい、パンチアウトとして191で小泉にプレッシャーを与えた状態で小泉の投球を待つということになります。さあ小林芳美、もう勝利は確定していますが、ここでストライク。やはり準決勝に向けてね、はい、しっかりといい形で終わりたいですよね。そうですね、まあ、今日はね集中して投げると言っていましたが、集中していましたね。いい形で投げられていると思います。はい、さあ岩見、ここはパンチアウト狙います。飛べといった、飛んだ。まずはストライク、小泉にプレッシャーをかけます。今のストライクというのはかなり小泉にプレッシャーかけたじゃないですか。そうですね、まあ、もう一つですね、もう一つ。なるほど。さあ小林芳美、まあ、前回はワイルドカードでの準決勝でしたが、今回はストライク。さあ岩見、テンフレ2投目、1つストライク、そしてもう1つストライクで小泉にプレッシャーをかけたいところですね。次戦出場がかかっている投球とも、言えると思います。さあどうか、ダメ、来た、ダブル来ました。はい、さあそして小林芳美、最後はパンチアウトで締めれるか。
本1本残りました。はい、でも233、はい、見事なゲームですね。そうですね、ここまでのトップスコアになりますね、はい、さあ岩見プロ、ここね、あの8本カウントだと189ということで、あの下一桁が小泉の9ですから、下一桁、はい、並んでしまうんで9本以上は絶対必要です。さあ、そんな中、テンフレ3投目、どうか、来たー、パンチアウト。さあ、小泉プロはストライク2つ続ければね、うん、3投目をほどのガターとかね、そういうことがない限り、小泉の勝ちとなりますが、この状況で2つ続けられるか。あ、ストライクではないと、はい、次戦出場できません。大事な大投。厚く入っているがどうか、裏から倒れた。まずストライク、いや今のはラッキーですね。ラッキーでしたね。まさにこうね、ただ今の投球で小泉次どういう風に投げるのか、はい、大事な大事なテンフレ2投目、2位に入るか、あるいは次戦出場停止か、大きなこの1投になります。さあ今度はどうか、と割れた。なんとここもどうでしょう、熱く入りましたかね。そうですね、熱かったですね。ということでここは2本、うん、はい、ただ188でフィニッシュということで、岩見が2、3位は小泉、そして小林芳美が準決勝進出です。5連続ストライクの小林芳美が3大会連続で準決勝進出。スコア191の岩見がワイルドカード候補となった。この結果、小林芳美がポイントを7に伸ばし6位、小泉は5ポイントのまま次回出場停止となった。練習ボールでは結構ポケットにほとんどつけてたんで、あの割れと5本カウントでだいぶ、ね、うまく立て直しができなかったですね。左の面が最後までわからなくて、ボール選びも結局右はやっぱ掴めたら持ってこれるんで、左が分かんなかったですね。1戦目2戦目とここまではいいんです。この先の準決勝がうまくいってないので、ちょっとここ今回は違った姿を見せられるように、次の準決勝頑張りたいと思います。